どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ダークソウルプレイ再開していきたいと思います。前回牢屋に囚われたとこからのスタートだよーと。下のクラーケンみたいなやつら解き放たれたんだったよね。ここに蛇の獣人がいる。先にこのクリスタルみたいなやつら倒すか。ここなんだろう。嫌な予感しかしねえな。やめとこう。なんもないっぽい。なんもない気がする。このヘビのやつらをなんとかするか最初。なんだお前ら。ん？上に行く？上に行ってる？なんなんだお前ら。どうしたんだ急に。なんで上に行ってるんだあいつら。下だよね。解き放たれたの。敵が。上行くか。あいつら上行ってたし。なんかあるんだろう。めちゃくちゃ登ってんな。襲われるのか俺。無視して下行ってみるか。あのヌメヌメした敵は何なんだろうか気になるな。ここにも牢屋の鍵を使って開けるのか。あれ全体同じ鍵使ってんのか。危ねえな。一つ入手したら終わりじゃねえか。ここもしかしてなんか壊れる壁あったりしない。ただ単にあいつがいる牢屋だったのか。逃げるのに使えるとかそんな感じか。ようわからんが。いねえな、何も。鍵がかかってる。あ、ここだけ別なのか。さようか。では下だ。しかしクリスタル化してんな、そこら中。シースのせいなのか。あの白竜どうやって倒そう。 HP がずっと回復したじゃないですか、前回叩いた時。多分なんかイベントでなんかやってからあいつ倒せるようになるってことだよね。ここにも来れなかったし、ここにも来れなかったじゃん、ごめん間違えた。あれ負けるとここに連れてこられるわけだから、どちらにしろ一回負けろってことだよね、あのイベント。イベント戦なのに何もバトルが始まった時なかったけどね。そこにアイテムがあるけど下に敵いるんだろう、どうせ。いるね。はい、オッケー。ただ一回多めに下に行っちゃったな。大丈夫かな。お、牢屋の別鍵。あれ開けなかったところが一つあったはずだから、そこの鍵ってことかな。鍵を使った通常の鍵だよね。開かなかったところ一つあるはずだから、そっちの鍵かな。見てみようぜ。ここかな。どれどれ。あ、別鍵だ。お、アイテム回収しよう。勇者の大きなソウルか。ソウル系多いな。こういうの結構使うんだよね。でも俺、何なんか表示出てんな一瞬。何、閉める。閉めるだ。閉められるんだ。なんか敵に追いかけ回されたらこれでなんとかしてくださいねみたいな。で、ここは入った。そろそろぬめぬめしたやつらがいるところに着くな。前回イベントが起きてから、あ、いるね。でも上に敵いる。音楽鳴ってない。ここから倒せそうだけど、まあいいか。あいつら弓で倒した方がいいのか普通に叩けばいいのか、そこら辺気になるな。襲ってこねえな。一回ゲームをロードし直したからかな。うん、来ないね。でもあそこを通らなきゃいけないんだろう、どうせ。ちょっと周りをぐるっと一周するよ。大きな歯車仕掛けの何かが壊れた跡があるね。なんだろう。なんかあったのかな、ここ。しかし周りは何もないっぽいな。ここら辺叩くと扉が開いたりしそうだよな。やはり何もない。あいつらの強度がわからないのが怖いな。一匹誘ってみるか。あ、上行ける。上行くか。でも、2体いたな、敵が。こっちで合ってたのか。こんにちは。ヘビ獣人どこだ？いたいた。あ、多い。もう一体あっちにいる。とっと！回るよ。はっ！一体！あ、痛い！痛い。ほっほっ。回復だよ。
先にこいつをなんとかしよう。12と。痛い痛い、無駄に痛い。しかもこいつ魔法打ってくるやつだよな。たまたま魔法打ってきてねえけど、これでもくらえ。よし、いけた。いけたけど、痛い痛い痛い。出血効果ありか。エストビンがお亡くなりになってるな。いけるか。これメスなのかね。そんな気がするけど、ちょっとご了承気味だったな。あれ、これを回すとあいつら来るんだよね。回さねえ方がいいな多分。これはあれな気がするけど、やってみるか。あ、丸は違うんだっけ。この右のチェーンが違うんですよね、形状。書庫と大扉の鍵、そんなのあったっけ、覚えてないな。あ、この下かな。この下にそういう扉があるのかな、もしかしたら。行くぜ。あれ、まあ一回引くか。俺この楽器を鳴らすやつだと思うんだけど、一回引いてみよう。だよな。でもう一回引くと止まる。これをやるとあの下のやつらが動き出すってことかな。あ、そうだよ、ほらほら進んでってる。止めるよ。つまりやはりこれロードし直して、この楽器が移動していない状態になったから、あいつら動いてなかったってことだよね。稼働していなかったから。うん、オッケー。しかし面倒なことになった。やってしまったな。これって隣通っても攻撃こちらがしなければあいつら何もしないのかな。いったやてよ。あ、弱い。弱いと言っても限度があるけど、そんなに強くないね。ならばこれで倒せるか。どんな攻撃をしてくる。そもそも攻撃を一回誘発させよう。これガードできんの。これもしかして剣だったら一撃で倒せたりする。でも数が多いな。それにしてもはい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 、一回避けるよ。さすがに数が多いね。一回回復これでやろう。よし、剣でやれるのが分かったのは素晴らしい。数が多いもんな。それ剣でやれるわな。両手持ちにしてと。で、ちなみにこちらの強攻撃少なくても当てるとノゲソルっぽいからな。なんだ今の、当たってなかった。当たってなかったっぽいな。2体一気にいけるか。いけた。痛い痛い。ギリギリ死なないな。つまれた。離せ離せ。おお、死にかけたよ。やばいやばい、もう一発もらったら死ぬ。一回引いて回復だ。もう一回回復した方がいいかもだけど、あの2体をなんとかいけないか。よし、いくぞ。1体こいつらか。こいつら噂で聞いたことある、すり泣いてるやつらだよね。倒すとアイテムが入手できるらしい。ちなみに多分こいつらあれなのかな、泣いてるってことは誰かに変身させられてる。シースかな、やっぱりシースに何かやられたってことだよね。この魔法が手に入るらしいので倒してしまおう。鍵がかかっている。あ、久しぶりです。それはいいのだが、どうやってここを開けるんですか。全く分かんないな。どこかで鍵を手に入れるということか。どこにいるんだ。一番怪しいのがあの上のやつらだけど、行っても何もなかったしな。上行くか。一回これで回復してと。あとはあの上の先、蛇が逃げてた方角かな。
あそこにも扉あるな。開けられねえけど。あそこ飾りだろ、多分。いろいろとローラー屋があるからな。さっきヘビが逃げてた階段上に登ったところかな。あ、あそこになんかある。あそこアイテムある。どうやって取んのあれ。見えますか？あそこにあるんだけど、あれ取った時点で死ぬよね。どうやって取んのあれ。ヘビがこの上に2体いるんだよな。あいつら地味に強いからあんま戦いたくないんだけどな。剣がもう少し攻撃力が高ければ2発攻撃で倒せるんですけど。あ、降りてくるか。下がるよ。あっちで上で戦うぐらいだったらついてきてもらって下で戦った方がいいかな。お前ら どうすんの。来るの来ないの。来る気ないのね。分かった。ケツ殴るよ。お前ら上行くなり下行くなり決めなさい。困るから。ほら、この声なんかな。ああ、この鍵か。開いたぞ。来てんのお前ら。はいはい。お前ら鍵落とさないよね。ちょっと確認中。何もないな。あの人どうやって助けるんだろう。まあ、助けなくても大丈夫だと思うけど。なんか森みたいなところでった。絶対なんかいる。かけてもいい。ああ、もうすでに来てる。向こうの方にアーチャーいたな。念のため立て構えてっと。これ入った途端、他のやつが来るんだろう。やっぱり。だと思いましたとも。オッケー。これどこなの。まあ、アノールロンドの書庫ってことだよね、ここ。おおおっと、魔法魔法どこ。あ、いた。弓変えてと。ここはあれだな、竜狩りの弓大活躍さ。あいつの魔法でもここまで届きそうだな。だよな。ギリギリ。もうちょい下か。くそ、届かない。弓がもったいない。空振りさせてちょっと上。当たらない。微妙だな。ここか。当たった。あと一発。当たってくれ。よし、当たった。あいつはとりあえず倒せば復活しないっぽいからな。ああいう魔術師系はなぜか復活しないんだよね。そろそろエスト瓶と回復の量が少ないな。なんとかしなくては。で、確かここに、あ、もう一体いたのか。行く。何その踊り。前戻ってたよね。あれなんだろう、バフかな。ほっとくとなんか大群呼ばれたりとかそういうやつ。しかしここどこなんだ。前に通ったところの3階。あ、1階上のところか。あれでもこんなところ行けたっけ。あのボスの間に間違えていかないようにすればいいんだろう。上だよね。ここから落ちることもできると。アーチャーがちょっと動いてたな。このところあったっけ。俺間違えてボスの前にいたけど行く必要なかったってことかな。あ、そうでもないよね。このところ行けなかったよね。アーチャーなら一発で倒せる。いるいる。空振らせてと。奥の方に2体いるな。先にここら辺探索するか。下にでも降りられる。アーチャーいる。嫌だな。あと前の場所とじゃないや。違う場所だ、ここ。来たことねえと思う。多分場所違うわ。敵がめちゃくちゃ出してきてるな。
早めに倒そう。囲まれるとまずい。少しはもらっても大丈夫。若干ご利用し気味だけど OK。 アーチャーをここから狙えないか。だよな、そうだとは思ったさ。お、なんか落としやがった。奏者のカイトシールド、今使ってるじゃないや、もう一つの方か。ほっ、そろそろ回復しよう。ここどこなんだ。どうしようかな、敵の数が半端じゃねえな。だよな。へい、ダメだ、当たったよ。へい、だよな。ちなみに敵の弓は若干カーブを描くので、そこら辺気をつけないと。痛い痛い。何、どこどこにいるの。後ろか。これ変えて。ああ危ない、本当に危ない。あ、また矢が違うやつだになってる。だよな、当たると思ったよ。よし OK、こっちも当たるけどね。この際こいつも始末するか。これで始末っていうかダメージが入るだけだけどね。そろそろかがり火が近くにないからきついんだよな。回復系の魔法がない。もう回復系がない。エストビンが残り2つ。可能であればあんまり動きたくはないんだが、やはりいるか。アイテムがない。アイテムがないということは、ここに1回来たことがある。あ、こっちはあれか。こっちが前行った書庫か。書庫の前行ったところ。よし。では、こちらではなくて行くなら右側か。ここは戻ってしまったってことよね。こんな道あったっけ。覚えてないな。覚えてないな、本当に。スイッチがある。どういうこと。何のスイッチだ、これ。よくわからないな。待て。じゃあ、あそこ行ったことある場所だったら、こっちには行ったことないはず。上に行くか。上に行くと、でもシースがいるところに着いちゃうんじゃない。弓矢撃ってきてるけど、痛い。何や今のすごいカーブを描いた感じのショットは。何これ、何もないな。あ、お前どこから、上から落ちてきた。めちゃくちゃソウル溜まってきてんな。何もなし、ひたすら探索が続いていくよ。何これ、おお、いいね。で、どこ、ここ分かんないところからさらに分からないところに行くことになっただけな気がするけど。あ、こっちは道があるのね。あっちにはアーチャーが一体いるな。こっちにもいるけど、
はい、奥の方に敵が一体、左側にいるか、いないな。こんな感じでどっかに行けということだとは思うんだけど、またアーチャーか。上の階層だからアーチャーいるな。どこに進めばいいんだ俺は。ここから落ちることができる。ああ、さっき倒したところか。戻ってきただけか。そうだね、ここにいて一体何もないな。宝箱、一応攻撃するけどこれは違うよね。強い魔法の盾、魔法か、防御力アップ系のやつだよね多分。持ってるに越したことはないけど魔法が使えないからな、そもそも。ここには何もなしだな。これを回転させて向こう側行くか。あの白いところはあれだよね。回して登ってと。で右側気をつけないと、残りエスト瓶が1つなのであんまり探索ができないな。しかしどこへ向かえばいいのか謎だ。場所変わってんな。くるっと回転してしまった。これでダメージをちょっと負ってしまうのでビスト瓶で回復。いざという時は人間性などを使うという手もあるね。あ、間違えた間違えた、癖で回しちゃったけど、回さないで向こう側行く予定だったんだ。もう一回回そう。ハンドル回してと。多分何もないかな。でもこっちは外した、華麗に外したよ。後ろから弓が飛んできた気がする。やっぱりか。こっちは何だ、何もないのか。外れの道ってことかな。はいですね、ここには何もなし。降りるか。ショコ、こちらの方は下の階層を進んでないわけだから降りても問題ないと思うんだけど、下にそもそも行けるの。行けるっぽいな。降りるとしてどこから降りるんだこれ。あそこに宝箱がある、あるっぽい。あ、そっか、これ回転して降りるっていう手もそういえばあるよね。確かに思えば、登るだけじゃなくてそういうことかな。あるね宝箱。あ、これもミミックじゃない。お、光る系か。どんどん竜狩りの大弓の強化がはかどるぜ。これ実は大きい巨人の鍛冶師さんの方も売ってるんだけど、1個8000なんだよね。なかなか高いぜ。まあ8000って買えないほどの大金ではないんだけどね。やばいな、本当にどこに住めばいいか分かんなくなってきたぞ。序盤のところでこういうくるっと回転するやつあるから、これで向こう岸まで行くか。それしかないかな。あとは下の方からどこかに行けるようになってたりするか、もしかしたら。降りられるな。降りるか。あ、ここは下のところを調べてないんだよね、こっち側。あ、降りてきた。これで上の階層まで行く？シースのところに着く？これもしかして。ちょっと調べてみよう。おおお、お前も来たのか。間に合うか？間に合った。シースのところに行くやつだったら俺は帰る。これシースのやつ？決勝戦士が一体いて、シースが出てきたとこっぽいな。一応行ってみるけど、
これシーズがいるところだ。よし、ダメ。今勝てないっぽいからな。何かイベントを起こしてあいつをあそこから引きずり出すってことだよね、多分。下に行こう。また牢屋にぶち込まれる前に下に行こう。降りてっと。つまりこっちは行ったことがあるところでは、向こうはまた別だよね。ここでどこかしらから降りることはできるな。ここだよね、アーチャーいたところ。あ、いたいた、間違えた。あのアーチャー無視でいいかな。こっちには俺来たことないんだよね、多分。向こう側だ、開いてるし。かがり火がある。もちろん灯しますとも。痛い。でまあここに来たのはいいんだけど、森になってんな、あっち側。もうちょっとここら辺探索。どこに行けということだ。ここは普通に前は行けなかったところだよねってことでいいんだ、いいのかな。やべえ、化粧戦士たちが大量にいる。はい、これで OK。ここにかがり火があるということは、ここからどこか行ける？嘘でしょ、あの魔法使い復活するのかよ、最悪だ。がっつり復活してんな、あいつ。よし、今回は一旦ここで切ろう。どこ行けばいいか正直わからん。調べてからまた来ようと。さてと、では今回は一旦ここまでです。とりあえず牢屋から脱出したぜ。あとはどうやってあのシースを倒すか考えなくちゃだな。もしかしたら他のステージをクリアしてから来いってことかもしれないね。ここにあいつを倒すための謎があるのかもだけど、気になるところだ。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。